しかし予想以上の流入ですね。大地人だって祭り好きなんだろうさ。にしてもよ、秋葉の町をこんだけ繁盛させたのがあの腹黒だとはな。俺はさ、奴をうちに誘ったことがあるのさ。ほう。ティーパーティーが解散してから奴がソロでやってた頃だ。ゲストで参加した時の戦いぶりを見てな。それで断られた。僕には過ぎたお誘いだと思いますってな。で、俺もどうでもよくなった。まだ見ぬ敵をぶっ倒そうって気概のない奴には興味ねえ。その彼が大災害後に伸びてきた秋葉の町に影響力を持つほどに。そこが引っかかるんだよな。あれは策士なのか、それとも賭博士なのか、枯れてんのか、まだいけんのか。白江君は何でもありの方が生きるタイプだろうね。何でもあり？彼は策士なんかじゃないと思うよ。なりふり構わず、手段を選ばず、一切の見返りを求めない。そういう状況では無類の強さを発揮する。あれは妖刀の類だ。なるほどな。じゃあその妖刀が今は書類に埋もれてるっつうわけだ。次に抜かれるのはいつになるやら。まだ楽しみは残ってるじゃねえか。好きだから苦しく